松山市堀之内の愛媛県美術館南館で第44回愛媛女流書家連盟展が開かれています。これは会員たちの日頃の成果を披露しようと愛媛女流書家連盟が毎年この時期に開いているもので、今回で44回目になります。今年のテーマは東京2020オリンピック・パラリンピックに寄せて、会場には流派を超えて選抜された女流作家128人の書が一堂に展示されています。去年からオリンピックが伸びまして、今年になりまして、ただいまも世界中コロナ禍の中、自国の栄誉を背負ったアスリートの皆さんを私たちは筆の力で応援をし、オリンピックを気分を盛り上げたいと思い制作をすることといたしました。こういう時代だからこそ改めてスポーツの力や芸術の大切さを感じることができると思います。ぜひ皆様も会場にお運びをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。この作品展は愛媛県美術館南館1階と2階のギャラリーで7月25日まで開かれています。